こんばんは、山城と申します。さあ、今日も続きになってるのかな、ロング動画の方はね、いろいろと買ってきたやつのレビューをね、照り焼きとかでやってたと思いますけど、それのね、今日はこれですね、小豆ロックってことはこんな感じで入ってましたね。もう一回2品1つ、小豆ロックスさんっていうところの、そのままあんこ、レッビー、プレーンあんこってなってますね。いろいろとね、わからないところが、いろいろと あったところなんですけど、まあ、簡単に言うと、あんこです。あんこですということでございますね。で、あんこを、ね、だいたいあんこって、まあ、あんこは知らない人はね、いないと思います。小豆をね、潰して砂糖、上白糖、ね、砂糖とかで煮てね、練り物にしてとかっていうようなこうやつだったかな。意外と、あんこの定義って言われると難しいね。そういうことですよね。うん。製造工程とかまでそこまで詳しくはないですけど、まあ、小豆と砂糖と岩塩って、はい、なってるんで、まあ、っていうか、オンリーなんだ。へえ、そうなんだ。っていうことなんですけどね。これは、そういうの中でもプレーンってやってで、9種類フレーバーがあって、これが一番シンプルなプレーンっていうやつで、他にもいろんな種類のやつがありますよってことで、インスタグラムがあるみたいな、そのインスタのね、リンクを貼っとこうかなと思いますけどね。で、そう、普通あんこっていうとね、まあ、どら焼きだったりとかね、あとは、赤福だったりね、あります。まあ、こしあんがあってね、あと、粒あんがあってとか、まあ白あんとかもね、あったりしますけど、あれはちょっと使ってる豆の種類が違うんだったっけなとかがね、あったりしますけど、じゃなくてね、そうじゃなくてね、で、いろんなやつがありますけど、これに関しては、このまま食べるらしいです。要は、あんこ菓子っていっぱいあって、和菓子はね、ほぼほぼあんこが使っとってね、まあ、おまんじゅうとかもそうですよ。いろんなのがありますけど、あんこ単品で食べるっていうのはないよね。あんこがうめえんだから、あんこを食えばいいじゃないかということで、これは、あんこね、あんこをそのまんまスプーンで、すくって、食うという、至ってシンプルな、だってあんこのお菓子がうまい、つまりあんこが一番うまければ、つまりそれはもううまいんだから、あんこを食おうという、いうような感じの流れみたいです。まあ、正直、かなり天才発想なんでね、あまりにも度肝を抜かされたわけでございますけど、まあ、確かになかったなと、あんこだけ売ってるってなかなかないなということでね、気になったんで買ってきました。実際どうなのか、いや、あんこだけだと甘ったるくなるんじゃないかとかね、いろいろと思うところもあるんですけど、まあこれ、自家製のあんこ、まあ、まあ、あんこ専門店っていうぐらいですからね、みたいで、で、いうふうになってるんで、そのあたりもね、どういう感じなのかね。実際にね、食べていきたいと思います。そしてその食べてるやつをまたショート動画に使って、多分ショート動画から先に上がってると思いますけどね。また動画の錬金術をやっていこうというわけでございますね。ではね、早速食べていきたいと思いますよ。で、いうので動画を切り替えてみますからね、ここから。では、いただきます。何が怖いってさ、こっちやってる動画の方がさ、めっちゃ再生数がめっちゃ増えてんだよね。悲しいからね。で、あんこはまあ、あんこは、入れた感じは、普通のあんこですけどね。うん。あ、うまい。あのね、うまい、うまい。で、粒あんですね。粒あんで。なんて言ったらいいんだろうな。あのね、そこまでね、甘さ控えめな感じはあるかな。うん。あ、おいしい。あ、多分そのまま食べるように、多分作ってあるんで、ちょっと甘さ控えめかもしれない。いっぱい言ってる、赤服とか、ああいうような感じのやつに比べると。うん。うん、めちゃくちゃね、だから、甘いお菓子というか、小豆の味がすごく強いって感じがしますね。あ、うまいね。あ、うまいな。まあ、そっか。結局、和の心、和菓子、イコール和菓子、イコールあんこ使ってる。つまり、あんこを食べれば和の心がね、うん。なるほどな。
美味しい。しかもこれね、グルテンフリーなんですね。先に食べてね、ショート動画よりも食べちゃいましたけど、こんな、ベイドラって言って、どら焼きもね、あるんですけど、これも実はグルテンフリーのどら焼きで、米粉になってました。ですね、いわゆるちょっと、もちもち感のある生地になっとって、美味しくいただきました。見た目の感じはね、全然、米粉感はなかったですね。米粉を使ってると、白いやつ、あれもそうだっけ？ああいう感じでね。どっちかというと白い色のイメージなんですけど、それは全然なかったですけどね。美味しい感じでしたね。すごい、卵、米粉、砂糖、小豆、加糖練乳、バター、こんにゃく粉、加工品。あ、なるほどね。それでやっぱ、固め剤とかに使う感じですね。こんにゃく粉。こうなんですもんね。すごいね。あと、可愛いですよね。この子の名前が、キャラクター名にもなってるのか、この商品名が、レッピーってなってますけど、この子がレッピーちゃんなのかな？他にも、いろんな子がいました。なんか金髪子もいたんでね、あ、いいなぁと思いつつね、みんな可愛い感じでね、男の子もいたね、あ、うまい。ちなみに、店の名前は、あずきロックが正式名称なのかな？あずきロックス。要は、ちょうどハーゲンダッツと同じような大きさで、値段もほぼハーゲンダッツと一緒ぐらいか、280円だったかな？とかだったんですけど。これね、クリームよりも、アイスクリームよりも、多分ボリューム感はあります。今、食後のデザートにね、食べてる感じですけど。うまい。なるほどな。これ本編で上がるのはちょっと先になってるんで、店舗情報変わってるかもしれませんけど。田辺の方って言ってたっけな。ツイッターもやってるわ。ツイッターもフォローしとこう。ツイッターが、フォロワーが100人ぐらいだから。本当に、まだこれから伸びてくるあれでしょうね。うまいぞ、これは。ちなみに、まだ、定休日の設定も、まだ決まってないってなってるぐらいですからね。いつオープンなんでしょうね。わ、すごい。ベイドラ、このベイドラ作ってる、画像とかも出てますね。いいですね。5月24日オープンということなんで、これね、撮影に行ったのが、6月3日に行ったんですよね。ってことは、まだ、オープンから1週間ぐらいの時に行ったんだ。ここだけちょっと先にあげようか。これだけちょっと先にあげましょうか。せっかくね、オープンしてすぐなんでね。これでね、アップロードがね、今の、投稿ペースだと、これ年末の動画になっちゃうんで。じゃあ説明しないといけないことがいろいろと増える。ちょっと撮影の企画でね、行ってきたんですよ。私が行ってきたのが、ここ2店舗あって、田辺、大阪のね、大阪です。大阪の田辺と、中百舌っていうね、堺市か、の方に行ってきたんですよ。そこら辺からなんとなく、想像してください。八尾南っていうところと、八尾南と中百舌と、あと、どこだったっけ？どこら辺に行ったんだったっけな。そうだ、西梅田ね。西梅田とかね。そこら辺で、だいたい、当たりをつけてください。何の企画を行ってきたのかは。それがきっと年末の企画になります。私がちゃんと投稿できとればね。わかんねえな。今のね、状況だとね。
そこまでね、息が続いてるか怪しいぐらい、まあ、かなりギリギリなんでね、うん。まあ、ストック自体はあるんでね、別に普通に生活できとれば生きるんですけど、最悪ね、うん。年末まで生きてるのかね、大丈夫かな、うん、怪しいねっていう感じなんでね、うん。でもやっぱ前も来るとね、元気も出るし、うん。みーちゃんね、うん。確かに安くはなかった。あ、ちなみにここのお店、あれです。レジ袋とかもう用意もしてませんよってことで、100% 手渡しオンリーですよっていう、形で、取り組んでらっしゃりますので、マイバッグとかね、そのあたりは必ず、持っていくような形でね、うん。お礼用バッグみたいなね、やつ、あるじゃないですか。今ね、ハンディサイズで。あんなんで持っていくとちょうどいいかもしれませんね。うん。で、場所が、本店が、行ってきたのは、中本っていうところの、駅からね、地下鉄の駅を降りて、地下鉄の駅と南海の駅があるんですけど、地下鉄の駅と南海の駅があって、南海の駅のでっかいロータリーのところから、ちょっと北に進んだところらへんに、ポツンと、あります。うん。赤い看板でね。目立つんで、また、情報は貼っとけときますのでね、気になる方、ぜひ見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。てっきり私、その、あずきってなってるけど、まあ、和菓子屋さんなのかなと、まあ、道をね、どら焼きとかもあるんで、まあ、和菓子もあるっちゃあるんですけど、メインはこれ、らしいです。ですので、あずきを売るという形なので、その、和菓子じゃなくて、あくまでも、あずきオンリーのやつがメインっていう形らしいんで、ちょっとそのあたりがね、かなり尖ってますんで、うん。ただね、うまい。これはね、ありだ。うん。で、多分、それより多分、そんな甘ったるくないのを作ってるんだと思う。なんか、普通に和菓子を食べてる時のあんこよりも、すごくあんこ感があって、うん。いや、こっちの方がいいと思う。うん。なんなら甘ったるくねえし、いいな。うん。ということでね、あ、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ってことでね、動画も。今のショーツ用のやつなんでね、ショーツはなんかそのあたりをね、29日としてあげてると思いますけど、まあそんな感じでね、これは美味しかったなということでね、うん、よかったですね。またちょっと、何かしら案件を作ってね、大阪の方に行く用事作ってね、やっていきましょう。まあ今回のね、査定もね、まだ、続きはまた取りに行く予定なんで、ね、何をやったかはわかりませんけどね、何をやったかはね、ちょっとね、詳しくはね、もちろん言えないんですけど、ちょっとね、八尾南とかね、中本とか、あとどこだったっけ、回ってきたんですけど、大日とかね、ちょっとね、いろいろとね、ちょっとね、回りきれなかったね、ところがね、何の企画だったのかな、なんかえらい端っこばっかつついて、で中本も確か一番端っこの方だったような気もするけど、何の企画なのかな、あとどこだったっけ、どこ行かないといけないんだったっけ、大日と、イタカのね、イタカのだったっけ、これ、イタカの駅でいいんだったっけ、うん、ね、うん。まあ、何の企画かわかりませんけどね、うん。またね、企画でね、何かしら、まあ、でも、大阪やっぱ楽しいですしね、いろいろとね、今回もね、うん、いろんなところが発掘できたんで、楽しいなということで、特に大阪はね、何も、まあ、まだそんなに完全にね、攻めきれてたわけじゃないですけど、北部がね、あんまり行ったことなかったんで、ないから。ああ、そっちの方もね、いろいろとあるのがね、分かったんでね、楽しいなということでね。あとは、駅のね、結構同じ駅名で初見殺しのところちょこちょこあるなということもね、分かってきたんで、大阪は意外とあるなということでね、どこに行ったか分かりませんけど、ね、あ、そうか、そうか、そうか、野田とかね、うん、野田とかね、うん、うん、ね、うん。ありましたね。ということでね。まあそういうような感じでね。そっちの企画。まあ、とはいえね。何せ、大阪メトロいっぱい駅がありますから。大阪メトロって言っちゃってるよ。うん。大阪メトロね。いろんな駅がありますんでね。ちょっとね。まだね。その企画自体はね。もう何回か取りに行く感じになると思いますのでね。まだその時にでも、まあ、中本はもうね、これマストリオというか、途中にあった昭和通りの商店街とかもね、楽しそうだったんで。あっち行くんだったら車で行って、ちょっとなんか、買い出しできるようにしておくっていうのもありかなとか思いつつね、ちょっとね、うん、いろいろとやってきてたらなと思っております。ということでね、まあ今回は、
パッと速報の形で入れようかな。よもやま速報にするか、ここだけ。よもやま速報の形にしてね。本編は年末ぐらいに上げますんで、こうご期待ということで、どうぞよろしくお願いします。もうちょっと早まるかもしれない。場合によってはちょっと1日3本投稿とかあれ。で、ショート上げて1日4本投稿とか、確証できんけどね。さすが無理だと思うけどね。とにかく溜まってるストックはいっぱいありますんで、ね、どんどん上げていきたいと思ってますんで、今日は何が上がってるの、この動画が上がってる時は何が上がってるんだったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、まあいろいろとやっていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。